マジネタ。パチ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 、お腹でブラインドタッチ。ああ、忙しい。え、何ですか？人様のパソコンを占領して迷惑をかけている人がいるんですか？そんな迷惑行為をする人がいるんですね。どこの人ですかね？いやー、もう関係ない人たちにも迷惑かかっちゃうから嫌ですよね。あっちの方にいらっしゃるんですかね？ほんと嫌ですね。28、29、30、もういいんだよ。よし、返事がないってことは OK だね。チャイちゃんの最速25秒の記録をカリが塗り替えるよ。よし、スタートだよ。おいおい、嘘だろ。おお、危ない。これはトラップでお手つきを誘ってるんだよ。トラップだよね。一番わかりやすいところにいて相手を混乱させ時間を稼ぐ。はい、カリンちゃん、時間切れ。くそー、やられたよ。はぁ、あの、まだですか？はい、店員さん、お願いいたしますよ。おお、これこれ、今月も忙しいから来れないかなと思ったけど、やっぱり忙しくても来なきゃダメだな。ふう、今日は横にしてもらおうかな。おー、やっぱりここだ。うん、やっぱカリにとってこのお店は癒しだよ。あー、ええ、カリはこう見えてさ、あんまり同じお店ずっと通ったりしないんだよ。おー、手が伸びる。おー、ちょっと強いですね。ちょっとやめてもらえますか？はい、ありがとうございます。はい、もういいですよ。おお、今おちんちんに当たったよ。こら、やめなさい。こら、まあ、おう。ふう、この最後の仕上げが面倒なんだよな。また行くけどね。関節を柔らかくすることでチャイみたいにスレンダーになれる。さあ、やってみて。お顔を足首につくまでストレッチング。次は尻尾をつかみながら、その掴んだ尻尾に顔を寄せつけるようにストレッチング。次はピンと伸ばした足を頭の後ろに乗せて、もも裏に顔を寄せるようにストレッチング。今日のはちょっと簡単すぎたかな。次回は中級編にチャレンジするよね。ファーイ。微妙に重い。最高。ちゃいちゃん、ちょっと気を利かせてさ、ちょっとだけでいいから頭浮かせてよ。もうそんなことしたら枕の意味ないよね。しかも首だけ太くなってバランス悪くなっちゃうねえ。バランス良くなるんじゃないかな。かりんちゃん、なんか言った？いや、何も言ってないよ。ちゃいちゃん、30分交代だからね。もちろんだよね。ファーイ。マジネタ。